茂木直子です。私は本物の茂木直子です。室外骨粉砕、これで、形装しております。これです。ここです。右斜め方向にこう行っちゃってます。ここです。こう流れてってるっていう証拠です。実はその、形装事件が、東京高裁11民事部の事件が、事件移送決定が出されたっていうのが、どうやら黒田という児玉郵便局の人間が、そういうことを、9月の12日に渡してるって言ってます。これです。今の電話は、東京高裁11民事部の岡部事務官で、そして9月以降は、決定正本等が、判断がなされていないということで、今、審議中だっていうことです。まあ、ですから、私に決定正本が出されてなくて、移送の決定正本っていうのは一体どこから出されてるのかってことです。移送正本が出されてるってなってるんですね、11民事部の事件が。だこれは完全な、調停事務室、事務官の近藤という女の詐欺であり、私が離婚の裁判で、東京高裁21民事部に事務官の近藤という女がいるんです。そして、三井住友海上の、実は、人間に近藤という女がおります。そして、亭主の近藤っていうのは速度違反の一件で、私に冤罪の詐欺をしていた、近藤という書記官がいます。この時に左尺骨骨折を私が負ってます。そういう詐欺をやる創価学会グループの清福寺というものの寺を建てた、そういう詐欺事件が創価でやってる闇の事件です。まあ、ですので、私は、三井住友海上ではなく、損保ジャパンに請求をかけます。
そして払ってもらって三井住友海上が私の怪我の名目や認知症の名目でお金を受け取ったもの、これすべて全面没収です。全面没収です。そして犯人の主犯格は原田康氏と原田清氏の犯罪であるとして、立件を求めます。もちろんですが、お金を回収するだけ回収して、私に払わなければそれは損保ジャパンの詐欺ということになります。もともと損保ジャパンがセゾン自動車火災保険の大滝勝彦こと大滝勝人が自分の女房のり子でお金を詐欺を受け取っていた事件です。大滝のり子は私ではありません。全く無関係で関係ありません。まあ、そういう事件であるということが分かっております。以上、本物の茂木直子です。私は、離婚がやっと成立し、そして、今現行を独身の茂木直子です。婚姻不受理申し立てはちゃんと出されており、かつ、私は独身のままです。まあ、それは、前回動画に上げている通りです。